回のタイトルは、ビップル訴訟リートン弁護士、なぜ SEC が XRP について間違っているのか、さらなる議論を提供です。ぜひ最後までお付き合いください。弁護士であるジョン・リートン氏は、米国証券取引委員会 SEC の主張が XRP のステータスをめぐる進行中の訴訟において、リップル社に勝利をもたらすことができると考えている理由について、さらなる洞察を共有しました。リートン氏によると、 XRP は常に証券であるという SEC の主張は、資産が証券であるかどうかを判断する際にハウィーテストを使用するのは困難な作業であるという単純な定義がないことを証明しています。また法廷に提出された約3000のアミカスブリーフは、 XRP の初めての購入者がリップル社の存在やコインに影響を与えることさえ知らなかったことが明らかになったと述べています。2020年12月に始まったこの訴訟の過程で、 SEC は XRP に不利な証言をする専門家を起用しました。リートン氏は、この専門家がハウィーテストの規定に従って XRP コミュニティ全体を共通企業と呼ぼうとしたことを指摘しました。共通事業とは、投資家の利益が第三者や投資を販売する者の成功と組み合わされ、それに依存する場合です。リートン氏は、専門家は XRP 保有者にインタビューしておらず、SEC は専門家の見解を略式判決に盛り込まなかったため、この主張は根拠がないと述べています。リップル社への強い期待。リートン弁護士が指摘した全ての観察と矛盾を踏まえて、SEC に勝算があると考える人々は、非正当局の可能性を過大評価していると述べています。現在進行中の訴訟の対象であるため、XRP は価格面で打撃を受けており、史上最高値の 3.84 ドルから 89.92% 下落した 0.39 ドルで取引されています。リップル社の勝利は、XRP にとって大きな転機となるとの見方が多いようです。最後までご視聴くださり、誠にありがとうございます。当チャンネルでは、仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければ、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。